フリードリヒルドビヒゴットロープ・フレーゲは、ドイツの哲学者、論理学者、数学者。現代の数理論理学、分析哲学の祖とされる。フレーゲは、バルト海に面した、ドイツの港町ビスマールの生まれである。母のアウグステ・ビアロブロツキーは、ポーランド系である。彼は初めエーナ大学で学び、その後ゲッティンゲン大学に移り1873年に、博士号を取得した。 その後イエーナに戻り、1896年から数学教授、1925年に死去した。フレーゲは古代ギリシアのアリストテレス以来の最大の論理学者と言われる。革命的な概念記法は1879年に出版され、アリストテレス以来に千0 0 0年変わらずに続いていた伝統論理学を一掃して、論理学の新時代を切り開いた。 今日の数学で定着している矢のような量化は、このフレーゲの業績に基づいている。フレーゲは、命題論理と術語論理の合理化を最初に言った人物であり、特に術語論理はそれ自体がフレーゲの発明である。しかしそのあまりもの先進性、独創性ゆえに、フレーゲの同時代にはその意義は十分に理解されなかった。彼の概念が広まったのは、ジュゼッペペアノや、 バートランド・ラッセルラによるところが大きい。ルートビ・ヒウィト・ゲンシュタインとエトムントフ・サールは、フレーゲの影響を大きく受けた哲学者である。また、ルドルフ・カルナップは、フレーゲの授業に出席しており、彼の性格について書き残している。また、フレーゲは、言語哲学や、分析哲学の基礎を確立した人物の一人としても、数えられる。意義と意味についてにおける意味と意義の区別。 概念と対象との区別などで知られる。フレーゲは、数学は論理に帰着しうるとする、論理主義の最初の主要な論客でもあり、彼の、算術の基本法則は、自然数論及び、実数論を、論理から導こうとする企てであった。しかしラッセルが、算術の基本法則の効率系が矛盾を引き起こす、ことを発見して指摘したため、二巻のホイに、 この矛盾について認める文言が付されている。フレーゲ自身は、なんとか矛盾を回避する方法を模索したが、フレーゲの修正案にも欠陥があることが、1938年に、スタニスワフ・レシニエフスキによって示された。フレーゲの体系に矛盾が生じた原因は、長らく彼の第五法則に返されてきた。しかし後に、チャールズ・パーソンズ、ジョージ・ブーロス、 リチャード・ヘックラによって第五法則に訴えずとも、いわゆるヒュームの原理から矛盾を生む自然数論が同質可能であることが示された。これにより近年ではフレーゲの論理主義を再評価する動きが強まっている。軽装処方から著作集が出ている。ありがとうございます。